いたいよ。パパのお魚さばいてくれるんだって。やるよ。見てみようよ。パパとお揃いだ。めっちゃかっこいいじゃん。ウルトラマンだ。ウルトラマンだ。これパパが買ってくれたんだよね。本当いいね。かっこいいね。どうも、中村修道です。お名前は？はい、お名前は？言いなかった。今日はお七夜ということで、次男のちょうど生後1週間、まあすくすくとね育ってくれておめでたいということで、鯛をいただきましたので、鯛をさばいてみたいと思います。魚をさばくというのは今まで1回2回ぐらいしかないんで、忘れちゃってんだよね。今日先生来てくださってんで、たくさんお魚も今日お祝いにいただいたんで、早速やりましょう。私に魚のさばき方をご指導してくださいます河野先生でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあどうしよう、この大きい方からでいいですか。はい、今日はもう鯛からいきましょう。はい、はい、沙織がね、魚さばこうとしないみたいな、怖いんだって。なるほど、触るのが苦手みたいな。だけど女の人はやっぱりそういう方多いんだろうね。はい、立派な鯛をいただきました。まずは鱗を取ります。こういうやっぱり、はい、流しでやった方がいいってことですね。そうなんです。でちょっと、ね、水を流しながら、水の下でやると鱗がめっちゃ飛んでますよ。飛んでる？これ、あそこまで飛んでます。どうですかこれ、お腹の部分と、こんな感じですね。綺麗になりました。結構綺麗になった。はい、さあ、何なんだよ。眠くなってきちゃった。眠いの？さっきすごいテンションで遊んでたので何か目がちゃんと見てる、カメラをテレビでちゃんと見てるから大丈夫。わわわって言ってる。シュウさん、そもそも何作るんですか。これさばいて、これは刺身ですよね。お刺身です。ちょっと疲れてないですか。包丁いっちゃいますか。はい、行きましょう。はい、まず頭を落とします。はい、こういう感じで切るんです。それぐらいで、そうです。で、ウロコだと切れないの、そういう感じです。これ斜めに入れた方が切れそうです。手切るんだから。あ、はい、そうです。あ、切れた。で、もうここ払うんです。はい、はい、はい、こうなります。いや、もう素晴らしいです。で、ここで洗います。で、ここに包丁入れていくんですね。うん、包丁入れてって、あと血合いを、こう、歯ブラシとかで、きれいにしていく。あー、ラーメンスープ作るときも、こういうところに、やっぱり筋に血の塊とか、あれ、はいはい、きれいに洗い流さないと、はい、すごいスープが濁ったりするっていうのは、やっぱりそういう下処理って、大事ですね。はい、大事です。もうここでスーッとスーッと、はい、軽くでいいです。はい、そうすると血合いが見えるので、ね、歯ブラシでゴシ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 、血合いの部分、この部分を歯ブラシできれいにしていきます。そうそうそう、こんなん食べませんので、どうした。綺麗になった。はい、これで頭を落としてお腹を取ったんですね。これで頭を落としてお腹を取ったところですね。はい、先生が全部言う。そうです。
枚おろしになります。こうですね、包丁はこっちから、そっちから、はい、こう入れて、ここに骨がありますので、骨の上をまずあの切れ目を入れる感じです。あの引く感じです。シューシューって引く、うん、入った、切れ目入った、はい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 。で、骨があるので今度じわじわとその中までゆっくりこう包丁を入れていく感じ、そういう感じで、そういう感じ、ゆっくりゆっくりこうゆっくりゆっくり。で、次反対側もこっち側も、はい、ちょっと、はい、はいはい、うまくいったんじゃないの、その、これこっちに磨きこのこれはダメなの、だから笑ったの、そうそう、だからもっと下からいけばよかったの、そうです、なのでこの、でこれは難しいね、難しいっす、やれそうっすか、普通の、いや、あの できるでしょ、ただこれやっぱりよく切れる包丁じゃないと、はい、ぐちゃぐちゃになっちゃうね、はい、ぐちゃぐちゃになっちゃうんです。はじめは軍手とかしてこういうので滑らないように掴まないと、指切っちゃったらどうしようもないんで、はい、ここまではできました。これがいわゆる三枚おろしですよね。こっからお刺身に持っていくのはどうしましょうか。実はここにも骨があるので、この骨を切っていく、この骨を切っていく、これですね、こうのようかなり大胆な、あ、いけなかったこう皮を剥ぐ感じなんですよ。あ、でも非常に難しいんですよこれ。だから最初もそれでもいい、これですね、はい、これも指切って言って、熱湯を通して皮目の部分を殺菌するみたいな感じです。皮の部分を一回加熱処理してで食べれるようにする。でこれで魚特有のちょっと臭みも取れるんですかね、はい、でもこれで OK なので氷水の方で一回締めていただいて、そうすると中まで火が入らないのでお刺身で、またトランプ、またトランプ、またトランプをしていよいよ仕上げに、はい、気になるのかな、はい、これ絶対うまいに決まってんじゃん決まってます、決まってるね、はい、行ってみますかこれ全然わかんないんだけど、こういうこと、そうですね、そう、生そうです、そうです、上手、もう一つ包丁を、はい、固めて、なかなかこう、これはね、この、この、やっぱりこれですね、お腹の部分というか、手前の部分を使った方が、え、しゅうさん、左手使えるんですか、すごい、すごい、びっくりしたよ僕、両利きです、あ、すごい、両利きなんですか、しゅうさん、はい、すごい、じゃあ盛り付けいきます。結構この盛り付けでなんかうまそうに見えるかどうか出てきますよでもこれ決まりないでしょ、別に決まりないないです、ないです、うん、本当にこれとかもありますし、美味しそうにしてください、あ、そうそう、それ私やっぱ飾りがあるのでおじそ、おじそ定番がありそうですよね、あのパックで売られてるやつとか、つまにポンポンと乗せていった、うん、はい、2列にしようかな、2列に、はい、あ、これ楽しいね、タンポポ畑みたいになってるいや、ちょっと散らすだけにしようかと思ったんだけど、なんかこの方が子供が喜びそうだな
でもこれあれだよね、見てる人、あんなに入れちゃったよもう。だから言わんこっちゃないんだよもう。ほらお父さん見てよ、指導あんなに入れちゃったよもう、バカだね。完成。はい、完成しました。お七夜おめでたい、タイのお刺身でございます。ご指導ありがとうございました。ありがとうございました。見てさ、かわいいでしょ。かわいい、とてもかわいいと思います。すごい。何点何点。150点です。わ、嬉しい嬉しい。おいしそう。よいしょ。まつきくん、まつきです。ちっちゃい。ねえ、なっちゃんって。なっちゃん寝てる。なっちゃん寝てるの今。なっちゃんいただきますしよっか。いただきますしましょう。今日は記念の日だからね。わ、すごい。